じゃないです。半年ぐらい。いや、去年の8月ぐらいからなんで。今何月？ 5 月？ 5月。ああ、まあ10ヶ月ぐらい。そうですね。10ヶ月でそんだけ課金して、育成して、ふわっちを盛り上げようっていうわけじゃないんですよね、じゃあ。どういうあれなんだろう、トモさん的には。女の子を潤わせたいってこと？配信で食っていけるようにさせたいってこと？いや、配信だけじゃないです。仕事は必ずするようにしてるんです。あ、二足のわらじ。普通の昼食もやらして。ふわっちなんていつなくなるかわかんないんで。あ、そういう子じゃないと採用しないです。ニートの子は採用しないです。ニートはダメ。ニートもしくはあの結婚されてる方は別にいいんですけど、旦那さんいるんで。あ、そういうことね。これ多分見てる。あ、さっきの DM ね。あ、すいません。最近ね、あのふわっちポイントがすごい高いじゃないですか。うん。なんか1000万ポイントとか超えてるじゃないですか、ふわっちの。おかしくなってるでしょ。なんかありえないでしょ、今ポイント数が高くなってるでしょ。その謎がね、あの僕こうだと思いますっていうリスナーさんがあの巻物を送ってくれたんで、今からちょっと読みますね。この人考察したのかな。ちょっと読みますね。おはようございます。先ほど DM するとコメントしたものです。ふわっちの闇、まあ闇というか社会で当たり前にあるように、ふわっちアプリにはスポンサー企業がついています。要は広告代理店がついている配信者がいます。仕組みを簡単に書くと、配信者に課金しているのは広告代理店で、運営に振り込まれた額は決まったパーセンテージで代理店とふわっちで分配されています。個人配信者に入った金額も個人と代理店で決まったパーセンテージで分けられています。これはよく言う契約配信者です。全てではないですが、かなり高額な金額のやり取りがある人たちはおそらく契約配信者です、ただ証拠がないと誰も信じません。証拠は高額な金額のやり取りしてる配信者はほとんどゲープロ所属です。私は某プロダクションで営業しています。ソースはございません。契約配信者絡みだ。芸能プロダクションね。ゲープロ。いるんですか。どう思いますか、チームトム代表トムさん。あのあれですよね。あのいいねを仮想配信者なのに、いいねが1000個とか2000個とかついてるリスナーさん配信者いたんですよ。ナイスランキング。ナイスランキング、ええ、それで大金をあの何でしたっけ、大金を得ている人は、配信者さんはいましたね。それは契約配信者ってこと？わかんないです。それはどういう契約してんのか。ただボットみたいなのを使っていいねボタンを押させてるんですよ。そういう人はいましたね。おはようございます。サツカスイソウリア。あ、ポンさんありやす。ナイスの不正がある。ナイス、有名。あ、結構潰されてましたよ。え、潰されてました。誰に？ちょっと配信者さんの名前は言えないんですけど、もう某有名 YouTuber さん。あ、YouTuber ではないですね。あ、YouTuber か。あのちょっと有名になった配信者さんです。今ふわっちでも配信してますね。その人に暴かれて、アカウントを消えた人もいますね。いや、書いてある。あ、ごめんなさい。大丈夫？大丈夫です。これメガホンは作れるのかね。どうなんだろう。
真撮っていっていいですか。あ、いいですよ。メガホン前にね、不正で作られたことあるよね。うん、そうなんですか。うん、読んでいただいてありがとうございます。今プロダクションはみんな事務所所属を隠して配信サイトに 送ってるんで、フワッチも例外ではないということです。信用はないと思います。ありがとうございました。ね、なんかアンドロイドだといくらでも作れるよっていう人もいるんだよね、なんか。うん、作り方を教えてもらいたい。うん、まあフワッチは闇だらけだろうね。うん、チームトムみたいなその団体がいっぱいあるかもしれない。まだあの同業者とかいました。いや、闇じゃないですよ、私のところは、うん、全然健全な。チームトムみたいな、あ、これうちと同じような業者だっていうのは。業者でもないし、あの団体。あ、まあ、ちょっと言えないですけど、ありますね。あります。あ、いる、分かるって。どんな感じで分かりますかね、それって。いや、それは言えないです。言えない。極秘事項な。極秘なんだ、はい、何の得があってやってんだろうな。トモさんだって儲けてないじゃないですか。儲けてないですね。なんでそんなことやってるんですか。いや、あの、育てたいっていうだけです。育てたい、はい、あと、なんだろうな、今応援してる方は当然プラチナさんもいるんですけど、うん、あ、名前言ってるかな。あ、いいですよ。スミランカさん。スミランカ、はい、スミランカさんは別にプラチナでも推してる人です。スミランカって誰。スミランカさんご存知ないですよね。スリランカ。スミランカさんです。スミランカ、はい、プラチナですか。はい、プラチナです。名前出しちゃっていいのかな。あ、いいです。あ、美人の人。あ、美人ですね、はい。その人を育ててるんですか。あ、その人は違います。全然、あの一番最初にこのアカウントでフォローしたのがその人です。あ、トムさんのアカウントでフォローした人が、その人はスミランカさん。スミランカさんが初めてで、投げてたんですか。いや、初めからは投げてなかったです。後から。後からです。あの、キツネ枠では私投げないんですよ。うん、で、その人キツネ枠ずっとやってたんで、ずっと投げなかったんですけど、最近キツネ枠でも投げるようになったんで、はい。どんぐらい投げたんですか。え、どんぐらい。どんぐらい。その人はその。ホロラン何ぐらいまでいった。ホロランは多分一桁だと思います今。ほら、一気に行きますね、投げると。で、なんかアクションあったんですか。僕はこういうものですみたいな。あ、当然ツイッター入ってきてるんで、はい、自己紹介して、はい、で、今度一発やらしくんないかみたいな。いや、やんないし、そんなことしないし。そういうのしてない。しないし、私見返りも絶対求めない。なんか面白かったんですか、スミランカさんの配信が。スミランカさん、世界旅してたんで、うん、旅配信が好きなんですか。旅配信が好きというか、その頃は香港にいらっしゃってて、うん、で、なんか配信スタイルがすごく良かったんです。あ、はい、多分、スミランカさんって多分知らない人の方が多いのかな。僕、美人な方ですね。美人です。美人さん。こういったです。あ、エジプト配信。そうですね、いろんなところで配信してる。あの、今度はバラになってください。スミランカ、それは何、ひらがな、カタカナ。スミランカで出てきます、ひらがなで。ひらがなで、スミランカ。はい、見たことないの。昨日もイベントで2位とかになってましたね。まあ、強いんだ。強いです、100万ポイント以上はいきますね。ただプラチナさんレベルなんでまだ100万ポイントなんですけど、うん、プラプラ行ったらもっとそのままじゃないじゃないですか。まあ
あ佐々木さんみたいな感じなのかな。あと私火薬さんだとか。火薬さん？火薬さんこの間いらっしゃってて、火薬さんの枠とか、イギリスさんの枠にも入ってます。アイテム投げてるんですか？ちょっとだけですけど、昨日ゼロワンさんのとこでもちょっと投げました。あのちょうどあのプラチナの養成をするっていうんで、ちょうどあのセイジさんと一緒に出たやつなんで。ゼロワンさんで見たことなかったんですけど、それも良さそうな方だったのがフォローしました。ゼロワンさんフォローした。はい。いつ？おとといですね。おととい。プロなんだ。やってましたよね、あのオーディション。オーディション、はい。あの日ですね、見てたんで。それで火薬さんもフォローしてたんですけど、ゼロワンさんは初めて。あフォローだけしてちょっとだけアイテムだけになります。なるほど、はい、ただですね、うん、お礼メッセージを書いていたのはセイゼットさんだけです。さすがです。あ、そういうの見てるんですか。いや、私あのビギナーの人にはそれを教えてますので、僕はねお礼メッセージだけはね、はい、あの送るにしてるんです。あ、ここはすごいところだなと思ってます。本当にそれ敵をビギナーの頃から教えないとできない。まあ基本なんでね。基本なんで。ええ。それでリスナーさんってそれであのその人のことをさらに応援したくなる人もいるはずなんですね。ええ。で、爆投げ師っていうのはそういうところ見てるんで、ええ、ちゃんと送れる子かどうか。ええ。基本中の基本なんでね。まあ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 。あんなの。それを、プラプラの生産がきちんと送っているっていうのがすごいなって。ええ。まあそういうところがもっと応援したくなるんですよね。ありがとうございます。はい、あ、送り方も知らない人いますね、トムさん。皆さん。うん、こだから配信者なんで。どうやって送るのって言ってますよ。過去のお礼メッセージの送り方も分かってないと思う。ええ、まあ確かにふわっちさんもチュートリアルないですからね、こうやってやるんだよっていうのはね。ですね、うん、難しいかもしれないですね。あとフォロー、フォロワー、フォロランは非公開にするのはデフォルトにしてほしいですよ。まあそうですね、私毎回ビギナーの公開になったままですからね。公開になって始めたばっかりの人はね、自分でカスタマイズしないといけないですからね。ポコチャからふわっちに来た人って、ええ、かたくなに非公開にしてくれない、ないんですよ、ええ、なぜか。いやみんな非公開なんだけど公開になってる人いるのよ。でも、うん、ほとんどの人が非公開ですよね。うん、そこいじんないんじゃない、やっぱり。だそこ誰も教えてあげないから、うん、あれなんですよ、うん、あ、師匠ありがとうございます。教える人がいないんですよ、アドバイスできる人、うん、だから私がわざわざ行くんです。うん、あ、ちなみにトムさん、リスナーレベルっていうのはいくつぐらいですか。リスナーレベル、視聴者レベル 100。あ、だだだだ。ふわっちで課金し始めたのは何月ぐらい。あ、今投げてるんですか。あ、今、はい、はい、シークレット。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。課金しちゃってレベル100。いや、でも同じぐらいですよ。7月ぐらいかです。7月ぐらいで100。うん、あの疑ってるだけじゃないですけど、トムさんのちょっと手を休めてですね、あのレベル100のあのあれだけちょっと見てもいいですか。すいません、疑ってるわけじゃないですね。確認ちょっと見たい。見たことないですよ、生でレベル100っていうのを。100は見たことない、生で。これもういい。うん、100になったかな、覚えてないです。100マックスなんで。うん、セイさんどんくらいなんですか。僕は94、5。そう、やっぱすごいですね。うん、投げるんですね。うん、まあ地投げしか勝たんと思ってるんで、あの身内投げ機長さんとか。あ、機長さんとか。身内投げ。あ、そうなんですね。機長さん好きです、私も。
チョウさんのフォローライン1位にもなったことあるし。あ、そうなんですか。ええ、チョウさん好きですか。ええ、投げ合いが基本なんでね、やっぱり。ええ、これちょっと見せてもいいですか。あ、はい、大丈夫。え、本当だわ、何も書いてないんで大丈夫。ええ、本当にレベル100だわ、初めて見た。これレインボーとかなってないですね、何にもないですね。レインボーならない、黄色なんですよ、レベル100。グランドマスター。あらら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 、ま、あ、下に書いてあるわ、レベルマックスおめでとう、ありがとう、君こそがふわっちグランドマスターだ。これありがたいですね、ふわっち運営さんからこうね、だから私の お礼のコメントを書いてますよ。私の通報って、うん、結構重く見てくれるんですよ。あ、レベル100になると、はい、あの気持ち悪い配信者いたら、はい、イラッとしたら通報入れたら、はい、落ちたりするんですか。リスナーとかも止められます。感じて。へえ。じゃあそういうところあの忖度あるんですね。重課金者の皆さん、あの通報したらなんか配信者にアカウント規制なんかできるらしいです。あとリスナーさんに対しても米番とかにできるらしいです。やっぱりレベルが高くないと、ええ、なのかどうかわかんないんですけど、結構有効で聞いてくれます。皆さん、早くレベル100になりましょう。ああ、お前が、お前が、アラブ、石油、ビリゲス、サトバック、サマス、トップワン。ああ、ちいちゃいライトやってくれ、ラスコイ。そうや。レベル100になりましょう、皆さん。レベル100で。ね、自由自在です。忖度あります、A さんから。ね、ありますよ。ちなみに誰を通報したんですか、今まで。いろいろ通報してます。言えないです、それは言えないですか。はい、あの競馬中継を垂れ流しちゃってる人もいるんで、ああ。私はそれは、テレビ画面映しちゃってるんですか。テレビ画面じゃないです、あの配信です、あの生の音声だけ出しちゃってるんで。あ、テレビの音声だけ、競馬中継の音声だけはダメなんです。あれ、競馬配信者で音声流してる人いたな。いる、います。だからそれは注意したんですか。注意する意味で通報してます。ただアカウントバンにはならないんで、それで注意喚起がいくだけなんで、確かに正義感めちゃくちゃ強いですね、はい、それはダメだよ。わざとやります。あの配信上では言いたくないんで、配信上で言っちゃうと通報バンバン入っちゃうんで、だからあの注意喚起の意味で。なるほど、はい、あと BGM とかを、あの著作権あるBGM 使ってる人って結構いるんで、おそらく全然ふわっちに申請してない人にたくさんいるんで、注意喚起の意味でやってます。厳しいわ、わざとやったりはしませんけどね。祝電とかないですよね、どっかあの飯食ってて外で配信者さんがお店になんか迷惑だから やめさせた方がいいですよとか、そういうのはないですよね。祝電わかんないですか。祝電わかんない。わかんない祝電。まあ仮にこう配信して外で配信しますよね、はいはい、お腹すきますよね、はい、蕎麦屋さん入りますよね、はい、ラーメン屋でもいいですよ、はい、いらっしゃいませ、はい、ラーメン一つ許可を取らずに配信するじゃないですか、はい、それはそうすると、はい、見てるリスナーさんが、あ、こいつ許可取らないで、はいはい、ここのラーメン屋で配信してるわ、はいはい、あ、こいつここのラーメン屋さん調べたら電話番号出てきたわ、はいはい、電話するんですね、リスナーさんが、はい、チーンってなるじゃないですか、はい、で今カウンターで飯食ってあのデブあのスマートフォンで喋ってるやついるじゃないですか、はい、そいつ無許可で配信してますよね、他のお客さん映ってますよ、はい、これが祝電なんですよ。あ、マジですね、チームともではそういうの そういうのやってないですか。やらせてないです、ちゃんと注意するように。いや、あの見てて、リスナーさんとして見てて、そういう配信さんがいたらやらないです、それは。やらないですか、それは。そこまでやらないです。一応みんな注意してやって、あの基本お店に許可を得てからやってるので、基本皆さんあのちゃんとしてる人は許可得ないでやってる人もいるので。キンクマ15個ラスコイ、せいちゃんおはようです。あー、ちいちゃんです、ナイス15個、ナイス。
うん、そういうことね。宿題覚えた。うん、やっぱ許可は取った方がいいですね、お店でね。許可は取らない、絶対だね。外配信するときは注意するべき点とかいろいろあるんで、うん、それは教えてますけど、うん、あ、いいですよ。これいや、もう一個あの明るいやつ。あっあっ、それそれで。いや、マットレスを運ぶときにあの電気のスイッチ当たっちゃって消えちゃった。マットレス今運んでるんで。うん、今解体してますね。ここまで行きましたね、トムさん一人で。もうちょっとですね。今マットレス廊下に行ったんで、あとこれです、うん、あ、トムさんいい人だね。どんつくらすかい、そりゃ。あ、レベル100の方あります。すげえ。うわ、これ爆投げてたな、多分。うわ、レベル100の方だ、これ。この方アリアス社長、フォロワーさんがすごいわ、100人ぐらいいるわ。この方誰もフォローしてない。すげえ。知ってるかもしれない。知ってる方ですか。わかんないし、聞いたことあります。レベル100ですね。フォロー0で、うん、レベル100って言ってますね。フォロー、自分でフォローしてなくて、フォロワーさんが100人ぐらいいるんですよ。フォロワー自分はフォローしてないんですよ。そう、それです、それです。自分がフォローして、あ、知ってる方、社長、あの、ただ分かんないです。知ってる方ですか、トムさん。そういう人もいるんで、ええ、レベルは、あの、レベル100っていうのをあの、プロフィールにしてるんで分かりやすかったです。レベル100の方です。でね、配信履歴もなくてレベル100でフォロワーも100人いるってことはすごいですよ。あの爆投げしたんじゃないとそんなにフォローされないです。はい、うん、3桁いってますよ、配信履歴なくてね。ありえないですよ、すごい方だったの。うん、トムさん、だからこの僕の今ベッド使ってるベッドを今自分のハイエースに積んで、はい、このベッドを養成所のベッドにするんですよね。養成所、そのトムさんのチームトムの女の子が頑張ってる寮があるんですよね。違う、あ、違うんですか。寮ないです、寮ないから。これ何に使うんですか、このベッド。これは、自宅引っ越すんで、ええ、引っ越し先で使います、私が。あ、そうなんですね。ダメですか、それ。いや、全然全然いいですけど。ちょっと、うん、あ、確かにおっさんが寝てたベッドで女の子は嫌がりますよね、やっぱり。いやいや、そんなことはない。加齢臭もするし。いやいや、そんなことない。うん、嬉しいですね、僕が使ってたベッドをね、こんな面倒くさい、この車も用意してね、一人で解体して持ってってもらうんですけど、うん、うん、あ、自宅でその女の子止める用です。違う、自分で使う。すいません、配信者さんと会ったりはしませんので。あ、しないですね。しないですね。あ、配信者同士だとしても会わないです。会わない、はい、名前も知りたくないぐらい。ちなみにあのトムさんの本業の方っていうのはあの この配信内容で誰られないですか。ダメですか。どこまで言えますか、その配信システムエンジニア。システムエンジニア、はい、そこまでです。そこまで。とか IT 強いですか、パソコン強いですか。ああ。この5倍、10倍、20倍のあの造反とか、普通の出るあるじゃないですか、あれってああいうのも分かってますんで、大体作り方、倍率を操作できるってことですか。
操作できないです。アナログ的な考え方ですね。これ言っちゃっていいのかどうか。あ、言っちゃいましょう、言っちゃいましょう。アナログ的な考え方で、裏でルーレットが回ってると思ってください。裏でルーレットが回ってる。はい。そこに、倍が、倍、0、0倍と、5倍、うん、10倍、20倍。まあ、外れですね、0倍っていうのは。外れ、5倍、10倍、20倍。はいはい、どうやって入れたらいいんですか、20倍に。20倍ははっきり言っても分かんないです。分かんない。ただ5倍は、ある程度感覚でもう分かっちゃいます。じゃあ、トムさんは、はい、恋に5倍を出せるってことですか。かなりの確率で。イベントごとにルーレットって変わるんですよ。イベントごとに5倍、10倍の確率が変わるってことですか。ルーレット自体が変わるんですよ。ルーレットが変わる、はい、なので5倍が出るタイミングはそれぞれ違ってきます。また変わってくる。ただ分かってることは、イベントの前半と後半は同じルーレットを使ってるっていうのが分かってます。ただ違うイベントになるとまた違うルーレットになるんで、前半と後半あるんですね、あのイベントでね、はいはい、それは同じルーレットが使われて、はい、イベントが変わるごとにそのルーレットが変わると、はい、そうすると5倍が出るタイミングが違うので、ええ、はい、例えばファンタ投げれますよね、ええ、ファンタよりも1個投げの100個の方が有効的なんです。10個投げ1個投げよりもファンタ1個ファンタ1個投げよりもファンタで、それは当然5倍10倍が出ればいいんですけど、ええ、まず出る確率は低いので、低い、なので1個投げを100個投げた方がお得。お得です。で、ファンタって、うん、ファンタで倍が出なければ7000ポイントなんですよ。ですね。はい、1万6000円で買った商品に対して、ポイントは入るのは7000ポイントですね。はい、ただ、1個投げの100個分、はい、連続で投げると1個バラでね、ずっと、まあ、嫌がれますけどね。嫌がれますけど、100個投げると。ナイス、ナイス、1個ナイス。トモさん、1個ナイス、1個ナイス、ずっとですよ、これ。100回。1個ナイス。これ100回言うんですよ。そうすると5倍、10倍、20倍を可能で出るんで、まあ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 、1万ポイント以上いくんですよ。うん。ただ、そっちの方が効率がいいんです、実は。ただ、イベラスはファンタ同時に投げた方がいいんですけど、ええ、イベントのスタートとかは、小投げで、1個投げの100個投げの方がいい。なるほど。いや、そのルーレットの穴は、トムさん分かるんですか、5倍、10倍、ここだっていうのは。あ、感覚ですの、指。感覚、はい、で各イベントごとで当然ルーレット変わってきちゃうんで、なんか誰でも分かるの必勝法とかないですか。これ5倍だ、ここでタイミングが5倍だろ。それはもう個人の指の感覚で、指の感覚、はい、それ鍛えられないですか、そのチームともで鍛え、それ私にしか多分無理なんです。私の感覚なんで、それ多分投げしって多分それ知ってると思います。知ってるんですか、バク投げしさん。投げしは多分分からん。投げしさん知ってますか、レベル100の投げしさん。ファンタしか投げない人は分かんないかもしれないです。私みたいに1個投げのバイチャルをする人は少ないと思うので。分からない。それ知ってたらいいな、うちのリスナーさんが。うん、感覚だって全ては。ああ、わかんないですか。あ、すごいね。システムエンジニア、すごいな。ってことはさ、なんかツールみたいなの作れそうですよね。無限にメガホンがたまるとか。作ろうと思えば作れますね。無限にその無料アイテムを飛ぶとか、マクロチート。ああ、作れますね。作れるんですか。作ろうと思えば。作らないですね。違法なんで。メガホンってやっぱ作れるもんなんですか。メガホンは作れないです。あれは貯めないとダメですね。前ね、作れたんですよ。え、そうなんですか。ええ、大昔。それって3、4年ぐらい前かな。え、そんな時代ありましたよ。うん、作れるっていうのは。あ、クマちゃん、ママで金で買うってことですか。検証してた。
まあ、僕もねファンタの方が投げる方からしたら気持ちが良かったですね。10個ずつ投げてそれを10回投げるのとファンタスティックで投げるのは気持ちよさが違いますね。当然ファンシスターも喜んでくれるし、うん、ただ当然イベラスはねあのファンタとか投げてくれますけど、ラスト1分で、うん、マクドナルド。ファンタって5連発で出すと5連発のファンタ出すと必ず倍が出るんで、あ、5回連続で投げるとね、5連続ファンタ全部一気に待ってちゃうんで。らしいです。41のおっさんにオールがちょっときついですね。体がね限界ですね。めちゃくちゃ今睡魔が来ました。寝てないですよずっと、まあ、このオワッチを救いたくてね、うん、やっぱねゼロワンとセイジが配信してなかったら本当にオワッチなんですよ。だから救いたくて、はい、この難民をね、はいはい、で頑張っちゃったっす今日はね、はい、ね、もう難民だらけだったんで。今3000人ぐらい。いや今2000人ですね。たったの。たったの。うん。マジでオワッチなんで。あ、クマちゃんです。倍率操作が景品表示法違反 ありましたね。なんか景品表示法。赤いソファーもう持ってきましたよ。ああ。あ、俺2時からやってんの夜中の。マジで何時間やってんのこれ。やばくね。クソネミね。今タイトルおかしいでしょ。こんな時間すいませんでしょ。2時からやってんだよずっと。だからこれなのよ。うん。ずーっとやってんだよ。あとはほらずっと配信してなかったでしょ。なのにこの前アイテムめっちゃもらったでしょ。やっぱり感謝の気持ちを持ってやっぱり期待に応えないとなと思って、あれだけアイテムもらっちゃったしね。うん、やっぱ暇してるリスナーさんをね、暇を埋めたくてね。うん、1日で40万稼いでましたからね。もらうだけじゃね、あれだから、もらってばっかりじゃあれだから、お返しをしないといけない。僕たちがお返しって言ったら、やっぱり配信時間をやっぱ長く取ってね。お前あれだけもらったんだから、お前ね、ちょっと配信頻度上げたらと言われないように、あれだけもらってね、うん、じゃあ終わります、ありがとうございました、もらい逃げになっちゃう。それに見合ってないと思ったんだね、僕は。今ちょっと頑張ってます。うん。さすが成長、お前が、あら、セキュラ、イリゲイツ、サトバンク、サマス、トップは、トゥーさん、いないと、やっていけない、トゥーさん、ストーリー。あ、荷物ね、適当にもう、はい、置いちゃってもらって。申し訳ないんでね、いっぱいもらっちゃって。
あとね、寂しかったんでね、一人で孤独だったんで、うん、それは大事だ。お前がアラブ、セキュア、ビルゲイツ、ストットバック、ソマス、トップは特命さんいないとやってけ、ラスコイ、そうねや。おー、当たり出たー、嘘だろ。お前がアラブ、石油、ビリゲス、トトバク、ソーマス、トップ、匿名再来でやってくれる、すごい。5000円入ります。でけー、でかいでかいでかい。1800円しかもらえないのにプラス5000円入りました、今の。うーわー、ありやす、匿名さん。社長さすがやわ、大当たり、超大当たり出たら最高だったのね。8万7000円入った。出たー。なんか出そうだけどね、次あたりね、超あたりね、うん、出そう、次あたり金花ドンつく、ラスカイ、そーりゃー。あー、開いちゃいます。360円です。そう、5000円のアイテム1800円しか入れない。はい、クールナイス、ドンツクラスカイ、ありゃす、さすがっすね。5000円ありやす、社長です。うん、やっぱ感覚ですね、匿名さん。感覚で、指の感覚で大当たり出したでしょ。これ、トモさん、はいはい、超大当たり引くコツってのは、それはわかりません。これわかんないです。それはわかんないです。多分同じような仕組みだと思うんですけど、あたりって、ええ、ただちょっとわかんないですね、そこは。多分同じような多分仕組みで。これもルーレットなんですか。ルーレットかどうか、そこはランダムかどうかなのか、ちょっとそこまではわかんないですね。ああ、はい、金花ドンつくらすかい、そりゃなんかわかってきた。あ、ガチだ、当たり出てる、当たり出てる、社長、当たり出てますよ。え、これ感覚掴んだコツ、トモさん、これ感覚、お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、トマク、ソーマス、トップ、トゥーサーいないとやっていけない、トゥーサー、これ出てなかったですね。惜しい、一コマずれですね、多分ルーレットが。惜しいな、惜しいね。そう、43万一撃ブロンズね、当たっちゃった。昨日の29万は、それが膨れ上がって42万になって当たっちゃったのよ。29万もっと超えて30万いって40万いって42万までいって当たっちゃったのよ、出ちゃったのよ、仮想配信者に。フォロワー10人のドカソに。ああ、お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、トトバク、ソーマス、トップ、匿名されてやってやらすこい。惜しいな、ジャックポット出してほしいな。今出たら8万円です。8万。あ、トムさん、上のやつ落ちるんで最初にあの出しちゃってもらっていいですか。それ、あ、これ、それ、あ、それそれ、スマートホルダー、うん、それいいですか、こっちにもらっちゃって、うん、フォロワー10人のどかそよ。ひでえよね、この人。あー、出ないな。お前がアラブ、石油、ビリゲッツ、トトバク、ソーマス、トップ、トゥーサーいないとやってくれ、トゥーサス。惜しいな、惜しい、実に惜しい。これです、この方が42万持ってきました。持ってけでロボです。フォロワーの数見てください。トレさんっていう方、8ヶ月ぶりの配信でね、ふわっち多分アンインストールしたんですよ。で、久々にやってみるか、8ヶ月ぶりに。で、やるじゃないですか。で、ゴールデンドリーム1個投げてもらったんですね。このフォロワー10人のかの1人に。お、久しぶりにやってんじゃん。8ヶ月ぶりだね。覚えてるよ。ゴールデンドリーム1個投げた瞬間に超大当たり出ちゃったんです。
一個ですよ。うん。一個で。俺たち何個投げてると思う。おお。大丈夫です。でブロンズから一気にゴールドです。うん、これです。これスクショしたリスナーさんがいてね、うん、これです。超大当たり、うん、424,100円、ベテラン35人、やってらんねえっしょこれさ。やばくない？トレさんで、うん、悔しいです。お前がアラブ、石油、ビルゲッツ、ソトバンク、ストーマス、トップワン、特別なやつやってからすこい。そうりゃあすこい。運だよね。運を持ったらダメですよね、やっぱね。運をカソがいつも持ってくるんだよね。プラチナプラスに落とせばいいのにさ、頑張ってんのにさ。やっぱ配信見てる人いますよ。ああ、お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、ソトバンク、ストーマ、ああ特命さん、ラスコイレベル100来た。この人持ってるからね。ファンタスティック20倍出してくれたレベル100の方いらっしゃい、ありやす。運がないな。お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、ソトバンク、ストーマス、トップはトゥーサイナイトってトゥーサス、そうりゃ惜しいな、惜しい。うん、惜しい。 NHK 前の予想発表しましたよ。129です。ゴールデンドゥー。お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、ソトバンク、ストーマス、トップ、特命祭なんてやってけないんだ。すごい、そうりゃ。あー、惜しい。惜しいやな。超当たり。出してほしいよな。超当たり。うん。NHK マイル100円だけ買っといて。129ね。もう1個でいいから、3連単1個だけ。20万になるからさ。買っといて。うん。当たりも出ないな、確率はやっぱり。ルーレットだわ。ルーレット。かすってるよね。もうちょいだよね。なんか出そう。次あたり出そうだけどね。ただまとめて投げた方が出る確率高くなるね。まとめて投げた。5個とかね。10個とか。うん、まとめてやった方がいいか。うわ、お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、ソトバンク、ストーマス、トップ、特命されてやってからすこい。さすがでうちのエース、ナイスです。ナイス。うん、あ、12球当たったら投げて20万入る。うわ、ここもくれんの。おい、お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、ソトバンク、ストーマス、トップ、特別されて、やってない、ズバッと決まった、気持ち良すぎ、そうりゃ。うーわ、当たり来たでしょ、来たでしょ、当たり。うん、まとめるとやっぱ何かしら当たり引くわけよ。こうやって当たり、大当たり、超当たり引っ張ってくるわけよ。うーわ、特別さ、惜しいわこれ。さすがレベル100の人は違うわ、やっぱり。うん、これ違う、あ、それは違いますね。それはクローゼットのやつなんで。当たりきたね。うわい、お前がアラブ、石油、ビルゲイツ、ソトバンク、ストーマス、トップはトゥーサイナイトやってから、トゥーサス、ズバッと決まった、気持ち良すぎ、そうりゃ。ありやす、惜しいな、惜しいわ。出るけどね、なかなか出ないね。あ、惜しい。うん、チーム友のメンバー見てる子いました。あ、いました。
これ100円だけ買っといて。129ね。3連単1個だけ100円で。いつ出るんだよ、お前がアラブ、セキュア、ビルゲイツ、サトバク、サマス、トッパトゥーサー、いないとやっていけない、トゥーサー、素晴らしい、素晴らしい、そりゃもし89000までいっちゃったか。うわ惜しいな、惜しい、出ない、なかなか、さすがに。うん、でさ、今さ、社長にさ、解体ベッドの頼んでるんだけど、解体終わっちゃったんで、どうしたらいいのこれ。1時間かかるって言って来てもらってるんだけど、トムさん、これどうしたですか。はい、呼んじゃってるんです。できれば車に運びたいんですけど。あ、搬入だけじゃ手伝ってもらう。マットだけでいいんで。ええ、一人じゃちょっと。あ、そうします、じゃあ、はい、終わっちゃう、できれば解体。うん、ちょっとだけ宣伝してもいいですか。あ、いいですよ、はい。今回で、チームトムの初の、卒業生が、卒業生、はい、チームトム初めての卒業生がいるので、今イベント出てるので、もしよかったらこの人なんですけど、はい、出しちゃっていいですか。この人はどうしたですか。あの人、イベント出てるので無料アイテムをこちらだけしていただければ。今配信中ですか。あ、今配信してないです。あ、じゃあ流せないですよね。あ、してないです、ダメです。配信してないとやっぱりダメです。ええ、あ、じゃあやめてみます。うん、今出してもいいですけど、覚えてくれる人は多分いないと思う。いない、そういうことですね。まあリアルタイムで配信してたら流すような感じなんで。じゃあ、いないです、今は。ええ、はい、初の卒業生だったんです。あ、卒業ってのはもう どういうことなんですか。もう、あ、もう自分でやりたいという。もう教えることないよ。いや、そういうことじゃないです。自分でやりたい。自分チームトムを抜けて、もう単独でやりたい。はい、自由にやりたい。でも、僕だったらチームトムに入ってた方がメリット、はい、いや、みんなそうなんです。あるじゃないですか、はい、なんで。わかんないです、それは本人次第なんで。卒業って言ったんだろう。いや、なんかやっぱり自由奔放にやりたいってことなんで。縛られるの嫌だってことですか。そうですね。あ、トムさん結構言うんですか、縛られたら。いや、そんなことないです。お前一日8時間は基本だろ。そんなことはしないです。絶対無理な配信はさせないです。基本はリアルの世界を大切にしてしなさいってことは言ってるんで。なんだろうな、なんでだって卒業したいって言ったの。いや、うわ、まあ自由にやりたいってことなんで。あと、キツネは禁止にしてるんですよ、一応。うんうん、なんかフォロワー数が増えないんで。ただその子は許してたんですよね。でもそれでもやっぱりやりたい。ああ、やめたい。キツネ役が増えないのはなんでなんですかね。キツネ役はやっぱコメントしやすいですし。コメントしやすい。ただ無料でも集まるんですよ。無料でも来る。いいところがそこだけです、フォロワー数は増えない。なんでなんですかね。わかんないですね。タヌキはダメですか。じゃあタヌキは OK です。で、ビギナーの人も、キツネ枠で道場を回してると、記憶集めたりすると、必ず失敗します。ただビギナーの人は特にキツネ枠でやってる人いるんですよ、キツネ枠。記憶は早く集まるんです。ただ結果的にフォロワー数伸びないんです。で、フォロワー数100人ぐらいで、次、翌日ビギナー卒業すると仮想枠になっちゃうんです。だ、そこはきちんと教えてます。トムさんって配信歴はあるんですか。配信歴は一応あります。あ、あるんですね。5年前と、あと今ですね。5年前、はい、どこで配信。いや、フワッチです。フワッチで、はい、顔出しですか。いや、ずっとラジオです。ラジオで、はい、ランクってのはその時はなかったですよね。ランクなかったです、で、今は収益どれぐらいだったんですか。月収益なんか全然ないですよ。あ、なかった。やっぱイベントとかでも無料アイテムだけなんで、基本は。一応配信してみたし、リスナー歴も長いし、そうです、ノウハウは分かってるよってことですか、です配信の、はい、で、どうやってのこうした方がいい、ああした方がいいよっていうアドバイスはできると、はい、だからフォロワー数を伸ばす秘訣だとか、そういうのが分かってるんで、どういう配信スタイルをしたらいいのかっていう。なるほど。大体伸びるか伸びますもん、ね、やっぱ2ヶ月でゴールドになっちゃう。ゴールドなるんですけど、フォロワー数が少ないので、
急がばあれで一旦シルバーに落ちてもいいからフォロワー数伸ばすよね。あれプラチナにまでさせない理由って何でしたっけ。プラチナまでプラチナまで行っても勝ち目がないからです。勝ち目がないっていうのはどういうことですか。フォロワー数が足りないからです。フォロワー数が足りない、やっぱ数千人さ、フォロプラチナになると、ええ、少なくとも2000人は必要ですね。でもね、僕ね、はい、900人とか、はい、500人とかいるじゃないですか。もっと少ない人もいます。プラチナさんで50人とかいますね。いますよね。ああいう人たちはブロカイしてるんで。ブロカイ、はい、ブロック解除。そうです。だから投げない人はもういらないよって言ってるんです。それブロカイって言うんですけど、うん、はい、アセイさんは多分しないと思うんですけど、ね、ああ大丈夫ですか。ああ、大丈夫。やば。投げない人はブロック。ん？投げない人にはたくさん投げない人はブロック解除しちゃえばフォローが外れちゃうんで。うわー、グレートアルドンツクラス使え、そーりゃートゥーサース、すごい。社長来てくれた。あ、社長どうぞ。ちょっと通れないんで。鍵まっすぐにしてもらって。会計終わったんですけど、搬出がちょっと人手がなくて。配信見てた。入れなきゃ。あ、マジです。あ、すいません。で、あとね、社長ね、このクローゼットの蓋はね、つけないといけないんですよ。それをちょっとつけてもらいたくて。それをさ、ええ、つけないといけないなと思った。そうなんですよ。これはね、ここ外しちゃったんですよ。つけなきゃいけないなと思った。この蓋をね。金物どこやった。金物そこの上にあります、はい、どっかにないですかね、転がってる。ええ、どうやってついたか。いやー、それが思い出せなくて社長が外したんですよね、確か。そうそう、外した。どうやってついたっけな、ちょっと思い出せないですよ。自分で外したのか覚えてないんですよね。あ、もう1年前か、これだいたい。あ、そっちにもついてた。自分で外して覚えてないの。ええ、なるほど。どっちが上だこれ。一人でね、フレーム作ってもらって、ダチョウに。めっちゃめんどくさかったですよね。めんどくさかった1時間ぐらいかかったね。うん、
に30から70万投げてますが、爆投げ師なんですかね。社長どうですかね、30万から70万。うん、いいんじゃない。トムさんどう思いますか。好きですか。月に30万から70万。あ、違う、こっち向きだったらいいと思いますけど。すごいですか。30万、70万って思います。すごいと思うけど、あ、なんか怖い。爆投げ認定です。30万から70万、うん、年間800万か。2万円ね、2万円、まあまあまあ小投げなんのかな、小投げになっちゃうのかな、2万円だと。うん、そうそうそう。チームとも入りたいな。入れてくれる？アドバイスすることがないです。そう、ソファーを別の人が取りに来た。もう帰った、うん、もうベッド解体して、あの廊下にもう部品を並べていつでも搬出できる状態になってます。で、社長がこの扉をつけたら一緒に搬出手伝ってもらうかもしれない、うん。ここだっけな、あ、熊ちゃんです、ここスーちゃんです。うん、Z 社長はあれ競馬やるの、今日。今日やんないですよ。やんない、もう引退した。いや、引退までして今日やんない。競馬は基本やらないです。やらない。ギャンブルは何やんの。ギャンブルやんないですよ。やんない、うん、真面目だ。やらないですよ、僕らもないでしょ。確かに、あのね、ここの社長ね、どんぶりだからね。どんぶり全部入ってる、全部。いやいや、うん、優しそうなおじさんだけど実はどんぶりです。何が入ってるんでしたっけ、背中に。何でしたっけ。龍どんぶりです。あんま舐めないほうがいいですよ。どんぶりなんで。まさか、マジマジマジ。若気の至りですか。そうですね。ああ、だって今も消そうと思いますもんね。あ、消したい、うん、消したいですね。ああ、どこら辺まで行ってます、こう、こういう状態ですか、こう、ぶわーって。いや、肘までです。肘まで、うん、銭湯も行けないよ、これ。銭湯行けます。行けるんですか、お断りされるでしょ。大衆浴場は大丈夫。あ、大衆浴場大丈夫、うん、どこがダメですか。スーパー銭湯、そう、ワンビーです。温泉、スーパー銭湯、ゴルフ場、うん、どんぶりダメです。組に入ったわけじゃないですよね、はい、入ってないですよね、はい、どっちでも海には入ってないです。出っ張りがついてる方が上じゃないですか、多分。下は、
なんで丼ぶりって言うんでしたっけ。全部入ると丼ぶり。なんでしたっけ。あ、今食べない、すいません。下が入んない。あ、大丈夫ですか。大丈夫。おお、できたぽいぽいよ。あ、なんか荷物が、あれ荷物じゃないな、違う、出っ張ってる荷物が。ゴミやりすぎた。あ、落ちた。レベル100まで行くにはやっぱりトータルで300ぐらい行かないとダメですね。いや、300で行かないですね。なんぼなんですか。500万ぐらい。300で多分行かないです。行かない、行かない、行かない。いくらぐらい、500ぐらい。いや、行かないです。500でも行かない。100でも行かないじゃん。えぇ、ー、行かない、行かない、行かない。嘘でしょ。1000弱ぐらい、はい、1000万、うん、弱で行くじゃないか。1000万だけなきゃ行かないの。100って行かない、行かない。ミツ投げすぎだろ。ミツレベル100のアカウント完結してさ、次のアカウント作ってもう90ぐらいよ。ミツ投げすぎよ。何本投げてんのミツ。2000万いってんじゃん、みつ。外したお手が。あ、視聴時間もあるのか。それでレベル上がるのか。でも大したことないでしょ。もう90までいったらそんな見ただけでさ、レベル1とか上がんないでしょ。投げないと。うん。言ったよ、1000万ぐらいだよって、成長に前。あ、ママね、ママ1000万もう投げたの。1000万すげえな、レベル100、1000万いくんだ。せいちゃん、いやーどうだろう、せいちゃんにかな。こっち映ってないよね。700ぐらい、映ってない、映ってない。だってみっちゃんコリンさん20万投げて800弱、レベル100の人いたからコメントや視聴者があるよ。あー、そうなんだ、コメントの量ね。うん、くまちゃん当たり、ナイス。そんな投げてないけど、前から100。ママは、あーね、佐藤さんは視聴時間が長いからか。ふわっちりさん一番投げてる人は誰、誰だ。フリーザさんが6000万ぐらい。あと最近で言ったらハーゲンダッツさんがもう2000万 ?4000 万ぐらい。うん、トータルで言ったらまだハーゲンダッツさんは5000万いってないのかな。うん、あ、
しずくちゃんも投げてるね。シャラクさんもいた。あ、大丈夫ですか。さんね、あみっちゃんリアルでもお金使ってる、うん、フリーズさんは確かね嫁さんにバレていなくなったね。あんた何使ってんのこんなにっつって、うん、既婚者だからね、うん、コールちゃんも結構あサプリさんの爆弾、ウサさんも結構1億いってるね。あーウサさんかな、億超えてるもんね。うん、あ吸引カテさんね、もうすごいわ、キャスでも投げてるから。うん、ウサさんわかんない、何者か。あ、ちーちゃんもいたね、そういえば。あ、一日で最高投げた人はクローゼットさんかもしれないね。1000万余裕で超えてるから。うん、そう、アイラさんのね、猫のアイコンのちーちゃん、奥いるよ、いる、普通にいる。どっか行っちゃった、多分そのクローゼットの中じゃない。いや、炎上ニュースやるでしょ、やるよ。俺だって炎上ニュースまでの前座だから。俺めくちゃいなくなったね。時間やってんのマジで。カーテンの中じゃない、その茶色の。どっかを殺した。いや、こっちには来てないですよ。どのくらいのビスです。絶対短いです。短いビス、短いビス、全部バサバサやっちゃっていいですよ。全部もう出しちゃっていいですよ、荷物外に。いや、こっち来てないですね、絶対。絶対こっち来てないです。ほんと、うん、絶対クローゼットの中ですね。このまま返しちゃう部屋。うん。え、クローゼットの中か。絶対クローゼットの中ですよ。だってこっち絶対来てないですもん。来たら分かりますもん。そんな絶対クローゼットの中ですよ。いや、クローゼットここしかないんだ。うん。え、そんなバカな。うん、ね、ないですね。そんな。その服の上とかじゃないですか。全部あの服も出しちゃいましょう。それ、ね、カーテンごと全部、うん、下にね、バッサーってこっちに出しちゃいましょう。こっちに下にね、こっちに全部出しちゃいましょう。ややこしい。うん、もしかして上か。
あ、ベッドもバラしました。あ、トモさん、ちょっとどいてもらっていいですか。今、こっちに、こっちに、こっちに、こっちこっち、うん、今、こういう状態です。ベッドをバラして、玄関にもうまとめてあります、マットレスとバラして。で、今、社長がドアのネジを1個なくしました。で、今、見つけてるんですけど、ないんですよね。え、ない、本当にない。どこ行っちゃった。本当にないんだけど。うん。これやばくない？いや、ばいいです。どこ行っちゃったんだろう。いや、じゃ違うのですか。落ちる。止めれます？うん、でもね、ラックラグってのおかしいですよね。落ちる。行きます？上下は設定じゃない？1円も払ってなかった。ずれてるな、目が。ずれてる。何でも下がずれる。下がずれるか。配信始めた。紹介していただいて、チームトムのアンチはやめてください。アンチやめてください。アンチ多分行っちゃいますよ。あ、じゃあやめた方がいいですね。アンチ絶対行くでしょ。チームトムの人紹介したら、あの卒業生です、ね、卒業生行くでしょ。アンチ行くんだって。アンチ絶対行くでしょ。うん。じゃあダメだ、紹介できないよ、君たちに。うん、ろくなこと書かないんだから。うん、全然平和な枠を目指して。うん、怖いよこれ。うん、は
今はタヌキブロックはすごいですからね。メンタル強化なんかしなくていいんだよ、チームトムは。平和の枠でいいんだよ。うつらいらないんだから、そんなに。いらないよ、うつらなんか。扉が当たってるのはなんでだ。課金アイテムさえあればいいんだよ。閲覧増えたとしょうがないよ、そんな。これ最悪。大丈夫です、今1位なんで。大丈夫なんだよ、今1位だから。君たちの無料アイテムなんかいらないんだよ。わかる？あんたたちが投げなくてもイベント1位なんだよ、チームトムの卒業生は。わかる？どこだって教えるわけないでしょ。すぐ特定処理する、そういうとこなんだよ。2位教えたら1位を教えてと一緒でしょうが。迷惑かかるでしょ、だってその女の子が。アンチの対応スキルがあればいいけど、アンチには興味がないんだよ。だいたい配信歴3ヶ月ぐらいしかない。そうだ、3ヶ月しかないんだよ、配信歴が。わかる？配信は慣れてるけど、アンチが来た時に対応が遅れちゃうとアンチコメだらけになっちゃうでしょ。それで今ゴルプラだからね、ゴルプラ。教えてほしいって言ってます。はい。教えてほしいって。卒業生ですか。ええ。なんでこんな好きになってるんだ。いや、ちょっとアンチが増えちゃうな。いらないですか、アンチは。ごめんなさい、すみません。自分で言ってきながら。ええ。でもね、やっぱりね、どこでね、どこでもそこをやると、やっぱ増えちゃいますね、アンチは。無料はもらえるんですけど、アンチが必ず来ますね。ええ、まあ、倍目になるんですけどね。まだフォロワー数560人しかいないんで。あ、トモさん、そういうの言わない方がいいです。そういうのにちょっと特定入ります。あ、そうです、そうです。ええ、それヒントになっちゃうんですよね、
さんも。あ、でも私が通しますからね。こんな隙間入ってたっけな。名前変えますか、その人の名前。はい、急遽名前変えますか。名前ですか、うん、名前変える変えるのは多分無理だった。今ラジオ配信なんで、あ、それもヒントになっちゃうっす。あ、やめた、特定されたくなけど、あの、アンチって言ったら私が、いや、ちょっとこれ閉めてますよ。あ、両方、両方閉めます。あ、バッチリです。あ、ずれちゃった。もう一回いいですか。あ、ちょっと、いや、僕は何も言ってないんでね。いいですよ。やめてくださいね、アラスは。フォロワー数は、まあさっき言ってましたけど、名前は言ってないですけど。配信歴が一致した？どうしました？特定されてる？なんで分かったんですか、特定されたって。え？よし、オッケー、いいでしょ。喜んでますね。ちょっと待って待って待って、いいでしょ。え、待って待って、何？115人も来てる。大丈夫？え、ちょっと、あ、オッケーです。ありがとうございます、社長。神戸で頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます、社長。頑張ってください。ありがとうございます。たまにしか配信なんかほとんど見てないですか。あ、マジですよ。忙しいですか。忙しいもあるけど。あっという間に特定されちゃうんですね。ええー。喋っちゃう。それはそうですよね。それは喋っちゃうから、ね。特定されますね、当然。でもアンチってなんぼでしょ、配信なんて。はいはい、どうしましょう、これ。コメ欄荒れちゃってます。どうしましょう。やばい。誠治知らないですか、チーム友の卒業生。誠治知らない。158人も何さっぱり分かってない。誠治知らない。知らないかもしれない。顔出しだったらね、なんかすごいこと。やばいやばい、チーム友。あ、でもあのみんな、あの、すごいね。アンチじゃないですね。アンチはいないです。アンチいないですか。置いてない。トムってて、逆にトムさんのアンチが起きてる。ありがとう。おから始まる特命さん。これ トムさんも知らないとかないですよね。はい。トムさんって誰って何ですよね。大丈夫ですか。あ、別にトムさんのアンチは増えても全然。いや、違う違う。トムさん知ってるんですか、この人。あ、もちろん知ってます。コメント拾いました。今コメント拾ってくれないですね。拾ってくれないですよね。今トムさんコメントしましたよね、誠治さん知ってるって。はい、スルーしてましたけど、これすごい大手さんですね。知ってるんですか、大手さんの人。誠治さんって、誠治さん、え、マジで
10倍ありがとう、匿名さんありがとう、めちゃめちゃ来てる、ありがとう、めちゃめちゃ無料で無料じゃん、セイジさんね、わかるわかる、あの大手の人だよね、めちゃめちゃ大手さんだよ、あ、大手さんってのは知ってるんですか、うまいね、セイジさんから知ってる、あれ、トモさん、トモさんありがとう、塾長って言わないですか、間違えて塾長なんて言わないです、いや、卒業したけど、円満卒業です、円満卒業、特定したぞ、なんだろう、全然分かんない、大丈夫ですか、大丈夫です、まずいですね、何何、あ、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、師匠って言ってるけど、うんうんうん、これ、いつもラジオなんですか、動画しない、動画してます、あ、それ、今日はすっぴんだからですか、おそらくは、大丈夫ですか、はい、大丈夫です、いつもどんな配信してるんですか、いや、普通の主婦の配信です、あ、主婦です、普通の主婦です、え、じゃあ、旦那さんもいるってことですか、旦那さんもいます、はい、で、ビギナーから育てたんですか、ビギナーからです、チームトムのは、チームトムは基本は既婚者が多いですね、どちらかというと独身より、あ、主婦の方が、主婦の人が多いですね、頑張ってるってことですか、はいはい、この人も主婦です、最初どうやってビギナーから育てるんですか、アクションするんですか、いや、ビギナーはトムさんから、あ、そうです、まずツイッターの DM とかですか、いや違います、ツイッターもすらできてないんで、当然コメントで、コメント上でそれ教えるの大変じゃないですか、ビギナーさん、大変です、大変です、このプロジェクトね、大変です、チームトムっていう団体があって、はい、でビギナーからね、はい、ゴールドプラスまで育てる、はい、団体なんだけど、はい、その塾長のトムって言うんだけど、うちの、ね、チームに入って、はい、配信真面目にやってみないかって説得するわけじゃないですか、はい、最初怪しまれません、何何何って怪しまれません、あのツイッターの作り方からちゃんと教えてあげてる、いや、そこまで行き着くのに、そこまでなんですよ、そこまで信頼を得るのが大変なんです、ですよね、はい、それはやっぱりアイテムです、あ、アイテムでルーキーのマグカップをゲットさせるっていう、そこまでやって初めて信頼が出て、ツイッターを初めて作ってくれるんですよね。まずツイッターを作ってくれるかくれないか問題が起こるんですよ、必ず枠内で、で、初心者さんには初心者さんのリスナーがつくんで、ツイッターは作らない方がいいっていう人がたくさん出てくるんです、ツイッターは作らない方がいい、で、トムソンアンチがたくさん湧いてくるんです、はいはいはい、はい、私よく叩かれてます、独身しかダメって言ってた、言ってねえよバカ野郎お前、全然大丈夫です、言ってねえだろ、いつ言ったんだよ独身しかダメって、独身少ないですよ逆に、デタラメ書いてんじゃねえぞお前あ、私の枠にアンチは来てもいいですけど、他のチームトムのメンバーのところには行かないと、うん、言ってた、言ってないです、そんな言ってねえよ何言ってんだお前、言ってました、既婚者がメインなんだわ、うん、アホかお前、既婚者とニートはダメだって、既婚、いや全然言ってないです、その言ってないよお前、言ってないです、ソース出せよお前、ソース言ってないです、それは、あ、ニートってか働いた方がいいよとは言ってますけどね、あの、独身の人は当然ニートはね、ふわちだけでは働く、あの、ていけないので、みんな働いてますよ、働いてるわ、みんな、チームともダメんなよお前こんなありがたい団体ないよお前、私を叩くのはいくらでもアンチが来ていいんだ、うん、メンバー超当たり出た、嘘、嘘だよ、2800円、クマちゃんここで運使うな、ここで
嘘だろ。超当たりって何パーセント？0.1？ クマちゃんと金風船しか出ないジャックポット。多分ね、乱数だからこれ。あ、乱数ですかね。絶対乱数だから。これは乱数ですか。乱数だから、その1時間帯に、うん、はいはい、あの何個投げる。うわー、ジャックポット。全部合計で。合計で。そうそうそう、それやってるんだね。多分乱数しか考えられないし、その1時間帯にどれだけ、うん、ゴールデンドリームで出してほしかった、はい、ね、300個その1時間帯に 全体で使ったら当たりようとか、はい、ああ300個ね。そうそうそう、そういう乱数だ。なるほどね。プログラムでは多分タイマーをかけたりしなきゃいけないから、そう、ね、もう9万円いった、ね、だから多分乱数で拾ってると、あ、うん、その乱数さえ分かれば当たりたいんで。同じ業者の方ですか。全然違います。システムはやってないけど、昔ゲームのプログラムを、あ、やってる。でも、ね、すごいやられてたんですね。違う、遊ぶために。やっぱ時代はチームトムですよ。いや皆さんも空いてる時間で小遣い稼ぎしませんか、主婦の方ね。え、家計を助けてあげませんか。うん、ねえ、大事。いや、あの橋なんかアンチが一番ボだから。そうですよね、みんなでもチームトムの教えは違いますからね。アンチはいらないんですよ。でもアンチはでも必ず出てくるの。出てくるけど、もう即風呂対応ですよね。即風呂対応でアンチとの絡みは一切なしで、もう平和な配信をやっていきましょうよっていう。今収まってますね。もう作戦通りですかこれ、はい、ありがとうございます。ちゃんと教えを守ってるんですかね、卒業しても。はい、そうです、大丈夫です。だからキラコメだけ書いてもらえばいいっていうあれですよね、チームともは。うん、最強ですよ。だから最強のチームです、チームトム。トム・ソーヤ・キガミとはあの全然一切関係ないです。ええ、あの何を隠そう、あの トムさんトムさんと言ってますけど、あのトムソンでしたっけ、お名前の。トムソン、トムソンっていう方なんで、トム・ソーヤじゃないです。今名前はトムから。あ、トムになってますか今、うん、トムソンからトムになってます。うん、私のところにアンチいくらでも来ない。ええ、いや配信しなきゃアンチ来ないでしょ。配信朝だけやってるんですよ最近。え、トムさんもやってるんですか配信。配信やってます。ラジオ。ラジオです。お、今は引っ越しとかあるんで、朝のうさぎ枠しかしてないんですけど、それやっぱりリスナーさんはあのチームトムのメンバーが来てくれる感じですか。とか、あとトムさんおはようみたいな。そうです、あのもう身内枠みたいな。フォローしてる配信者さんが今日来てくれます。ああ、あとリスナーさんも当然いますけど、そこでもらった収益はあのチームトムに投げる感じ。あ、違います、ただ別にチームとは別に、いわ、言っていいんですかね、配信。あ、いいですよ。いわぴっていう、ひらがなでいわぴっていう人を応援してる枠なんで、もともとは、はい、いわぴ、いわぴ、女の子、ひらがなで、はい、いわぴです。その子をチームトムで応援しようよってことですか。いや、違います、私が勝手に個人的に枠が、その人を応援する枠になってる。楽しいからってことですか、個人的に。塾長が病気があるからです。病気、繊維筋痛症という病気があって。繊維筋痛症、はい、それの署名活動をしてます。署名活動、はい、そのための配信です。トムさんだよ、これ大丈夫です。トム配信してないって言ってた。言ってねえよ。あ、これです、これ、はい、いや、あれですよ、カスパスワード。言ってねえわ、何が配信してないって。カスパスワード、カスパスワード言ってないですよね、配信してないって。あの自分を配信してるかって聞かれた時に、はい、私は配信してないって言ってないですよね。配信してない、言ってないですね。言ってねえわ。誰だお前。あのプロフィール欄に書いてある通りです。早朝、うん、配信者なんだわ。うさぎ枠しかやってない。うさぎ枠やってんだ。それはもうあくまでもそのイワピっていう配信者さんの、イワピっていうのを応援してんだって。宣伝してるだけです。24歳あ、もうそこまで行っちゃった。うん、なんか言ってますね。はい、
曜日一人しかいないんです。うん、その子あんま叩かないですよ。絶対叩かないでください。病気なんで。病気の人だから叩かないでください。ダメだよ叩いちゃ。分かってる。ダメだよ。叩いてたら私が行きますけど。トムさん行っちゃうっすね。叩いてたら行きます、ね。どうやってやっ、あ、DM 来るんで多分。イワピーから DM 来る。イワピーから DM 来て、はい、開示請求します。開示請求、はい、よっぽどひどいことをするやつは、ね、はい、病気なんで、普通の人じゃないんで、それを邪魔する人は許せない。うん、許さない。トムさん暇なきゃないだろお前。システムエンジニアなんだよ。わかる？忙しいです。忙しいんだよ。ゴールデンウィークも休んでないんです。うん。自営業になるんですか？あ、自営業じゃないです。違うんですね。会社員。何年ぐらい勤めてるんですか？長いですか？長いです。30年ぐらい。30年ぐらい。ああ、すごいわ。もう役職は？役職一応そこ。部長クラス。もうちょい上。もうちょい上。言えないですよ。エリアマネージャーみたいな。まあ営業で言えばそんな感じです。金原ダンツクラスかい。そうりゃ。ありやす。ひらがなあなた。うん。イワピ。可愛かった。どうやってそういう応援しようっていう人を見つけるんですか？あ、これ顔で。いや、顔じゃないです。顔じゃないです。病気を知ってからです。あ、病気。はい。阪神に来てくれたんですね、その子は。で、私がこういう病気で、今、あの、治療費は自己負担になって、国の難病指定になってないんですよ。で、国の難病指定になってないので、国の援助は得られない。なので、配信を始めた。金原ダンツクラスかい。そういう理由からです。あー、ありがとう、徳明さん。既婚者なんだ、イワピさんも。イワピは、既婚してて、挙式を8月に控えてます。じゃあ、それ今は車椅子生活なんですけど、トムさんって、そのイワピさんが、はい、将来ね、はい、どういう風になってほしいですか？経済的に安定させたいってことですか？今はですね、今、証明活動してるんですね。うん、難病に認定されたくて署名運動をしてると、はい、そうです、はい、そのお手伝いをしたい。それのために今配信をしてます。それプラスチームトムが、イベント出てたらチームトムの応援もします。基本応援は認定されるとどういうメリットがありますか？認定されるとその補助金が出るとか、国から補助金が出るので、あの今は自己負担なんですよ、全額、なので相当の額の治療費がかかるんです。でそのために いろいろイベント出てるんです。治療費を稼ぐためにイベント出てる。それをもう配信では言ってるんですか？私は難病で認定されてなくて、はい、お金に困ってます。あ、そこまでは言ってないです。言ってないです、はい、そこまで言ってないです。であと、あのちょっと署名活動がやっぱりメインなんで、その方は岩木さんはチームトムに入ってるんですか？はい、あ、チームトムじゃないです。これから入ってほしい感じですか？入らないです。入らない。ビギナーの頃知らないんです。あ、もうそこが条件なんですね。いくら途中から、あ、この人は応援したいなと思っても、ビギナーの頃からトムさんが目つけてなかったら興味がないですね。興味がないわけではない。入れたくないってことですね。チームトムの条件に入らないんで、はい、チームトムはすごいわ、もうちゃんとしてるわ、はい、チームトムは、はい、うんちゃんとしてるわ。条件が、条件を満たしてないと誰でも入れません。入りたくても。なんでなんですか、それは。トムさんがビギナーから目をつけてないとチームトムに入れさせない条件、なんなんですか、それは。それはアドバイスでやっぱりアイテムで、2ヶ月でゴールドを目指すっていうことをしたせた、あの、伸びしろがたくさんあるとこだと思ってるんで、うん、そういう人たちは成長してもらいたいからやってることだけです。ただ単純にです。中途採用はダメってことですよね。企業で言うと新卒しかダメってことですね。中途採用の場合はトムさんのツイッターに入ってくる人たち。だから Z さんも今回チーム、あの、トムソンのトムのツイッターに入ってきていただいたんですけど、あそこにいるのは超推しさんしかいないんです。僕は入れないんですか？
チームあそこ今入られたんで超おじさんなんです、ね、超おじさんおじさんって言い方したら失礼なんですけど、はい、相手もたくさん投げたいなって。今まで、あんまり投げてないんですけど、はい、今後はちょっともう少し。それチームトムじゃないんですか、それは。チームトムです。違う、ただの推し。推しです、はい、超推しさんです。へぇにしか、だからあの、ツイッターのアカウントっていうのは私の名前、あの、公開してないんです。うん。自分の好きな人しか入れないんで。あの、やらしい話なんですけど、はい、月にどれぐらい投げてくれるんですか。あ、違う、いや、あの、あの、僕にはいや、そこはちょっとわかんないです。あの、仕事が忙しいんで、うん、あの本当に投げ逃げしか今できてないんですよ。あと引っ越しも今あるんで、うん、どれぐらい期待値だけちょっと今いくらぐらい Z さんのところそんな投げてないんですよね。まだそんなにはそうです、ええ、投げ逃げいつも投げ逃げしてるんで、ええ、どれぐらいでも一応投げてる人で150万ポイントぐらい。一人当たり一月に。あ、違う、あのトータルでってこと。累計で、一人当たりです。ただそれ250人ぐらい、200何人いるんで、あの、ツイッターにいない人も応援、当然応援してるんで、平均だと一人50万ポイントぐらいかな。50万一月。あ、違う、トータルで累計で50万ポイント。ただフォロワーさんがすごいんで、200人。それもうさ、トモさん、もう切っちゃいましょう。もう少数制でやりましょう、そこは。いや、そんな推しさんいらないでしょ、いっぱい。いや、応援してる人はもらいが少なくなっちゃう。いや、そうなんですけど。カットしましょう、そこ。あの、一生懸命、あの、お子さんを育てる。それってもつまんないじゃないと、そいつら。いや、でも一生懸命配信してる人は、うん、伸びないよ、だって、そんな相手負けても。伸びなくてもいいんです、夢だけ見させてあげれば。うん。イベントで今までトップ3入ったことがない人って結構たくさんいて、うん。そういう人たちには、一生懸命配信しよう。いや、ちょっともうちょっと絞ってほしいな、推しを。僕的にはすいません、なんか個人的な意見で絞ってほしい。絞ってほしい、推しを。多いからもらいが少なくなっちゃう、僕の。Z さんとそんな投げてないですもんね。うん、もうちょっと応援してほしい。うん、ちょっとね、うん、爆弾師もう一度教えて、どんつくらすかい、そりゃ。あ、そうだ、前回に全体的に、あ、私の枠に来ていただいてありがとうございます。ああ、いい、僕行ったんですか、トムさんの枠に。来ました、いらっしゃいました。すいません、覚えてなくて。すいません。なんで行ったんだろう、俺。来て、あの、気が迷ったのかなんか分かんないですけど。ああ、なんか僕総合フォローだったから行ったんですね、はいはい、多分そうだと思います。ちょっと疲れてた、頭が回ってなかったって聞かれてたのか、匿名でいらっしゃいました、あの、嬉しかったです。プラプラさんあんまり来たことない。プラチナさんは来るんですけど、プラプラさんはあんまり来たことない。僕が初めてですか、プラプラ。初めてじゃなかったと思います。プラプラ、プラセンさんがよく来るんですよ、ね、ええ、いや、ちょっとこれ美味しいですね、チームトム気に入られると。あ、トムさんレベル確認しました、レベル100でした、ええ、もう4桁超えてますね、課金の方が、ええ、あ、全然寝てないです、めちゃくちゃ眠いです。じゃあそろそろベッドを運んじゃってもいいですか、はい、車を持ってきて、車、真下に、はい、分かります、バックでつけてもらっちゃって、一方通行だから、そこバックで入っちゃっていいんですか。ええ、一方通行で一回通り過ぎて一回一周してきてもらって、はい、あの、ファミリーマートのところもう一回入ってもらって、はい、でバックで入る感じですね。あ、承知いたしました。ちょっと行ってきます。うちのトムさんが課金して女さんがしてないわ、するわけないだろお前。でも見返りは求めてないんだよ。それ、そんなことしてないよ、女さんなんか。うん、ただのいい人でしょよ、こんな。うん、いや、だから秋元康だよ、ふわっちの。
ね、秋元康、はるちゃんが電話来る、なんで？あ、炎上はしないです、大丈夫です。さっちゃんの件、ああ、ちょっと待って、トイレ行きたいわ。トイレ行きたい。うわ、トイレ行けねえ、ベッドの材料で。うっそ、トイレ塞がれてる。トイレ入れないじゃん、これ、トムさん。トイレ行きたいのに。ちょっと電話待ってね。はい、です。電話鳴ってるよ、電話。せいじ君、電話鳴ってるよ。今電話鳴ってたね。電話鳴ってた、うん、あ、電話来てた。出ないですね。ハルちゃんの LINE ってね、なんかおかしいんだよね。かけ直すとね、iPad だから、なんかね、通知だけ行くんでしょ。そうそうそう、なんでなんこれ。あ、来た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 。あ、センサー？はい。おはようございます。おはようございます。あ、ちょっと、あ、ごめんなさい、電話しておきながらね、こんなこと言いたくないんですけど。ええ。あ、確かに戦うんでね、うん、本当闘志燃やしてるからね、ええ、僕もですね。毎日朝起きるたびに、ええ、カバーの写真見てる。なんでなんですかそれは。これはなんでなんですか。え、なんでなんですか。やっぱあの政治配信やってないじゃん、ええ、今やりだしてるけど、ええ、やってないから、ええ、闘争心薄れるんだよね、やるって決まってたのに。うん、だからカバーを見て、うん、やる気出してる今。ああ、うん、ありがとうございます。あ、どういたしました。でね、誠司さん話ね、あの変わるんだけど、誠司さんの枠でサチャさんって人知ってる？あーはーはー、知ってます。この方が配信者食いまくってるって聞いてね、本当なのかなと思って。昨日ちょっとあの僕の枠でいろいろ僕が聞き込みしてですね、いろいろめくれました。あ、めくったんですか。ええー、あのふわっちのプラチナプラスの配信者さんスタンプラリーしてました。なんか名前を聞いたら小野くん、太郎くん、イキリスト、あとはなんか有名な声のイケボの配信者たち、さらに芸能人多数って聞きました。そうですね。本当なんですかこれは。補足すると、スイマくん、ワカくん、嘘でしょ、その他もろもろですね。えー、これ何、せいさんどうやってめくったの。僕が尋問しました。え、この方はさ、せいさんの何、もともとのその
カボイさんってこと？まあ僕にも結構応援してくれました。で今も推しがいないみたいです。あ、で今フリーの状態で、ええ、なんか探してる状態なんだ。そうですね。え、せいさんでもやってんじゃないのこれ。僕は会ったことはないです。会ったこともない。ないんです。せいさん、ええ、会ったことはないの？ないです。あ、そうなんだ。ええ、だからこの子ね、嘘かなと思ってツイッター見たら可愛いね、めちゃくちゃ。多分整形だと思います。あ、そう。ええ、ええ、サイボーグだと思います。でもサイボーグでも可愛いよ。ええ、で俺ね、これちょっとまあ聞いたんだけど、誰が一番エッチが上手かったのか聞いたんですよ、セイさん。聞きました。これ誰だったの結局？これまさかのもう三択だったんです。三択なんだ。三択で、コヨ君、イキリスト太郎で三択だったんです。迷ったんです。あ、迷ってたんだ。まさかのリピートしたいセフレ第一位、はい、第一位。まさかの、ええ、ホワイトボードでした。嘘でしょ。ホワイトボードって言うとあの人しか思いつかないんだけど。ええ、そういうことになります。やってんね、やってんね。ええ、この子もなんでエッチをしたいっていう動機まで行ったのかな。でもいろんな人と、まあトータル的に見て、まあルックスとかもあるんじゃないですか、うん、好みだったんじゃないですか。あ、そうなんだ。うん、チンコのデカさとかそういうのもあるんじゃないですか、うん、セザー、ええ、セザーフリーじゃないからこれだと思うけど、ええ、もしこの方がセザーの服着てたらさ、ええ、俺のこともちょっと聞いててほしい。やれるかどうかっていう。ああ、いいですよ。じゃあ今度来た時に。あ、来たお願いします。ええー。多分デブは多分。配信中邪魔しちゃって。多分デブは多分そのセフレの中に誰一人いないんですよ。多分 NG だと思います。デブは。やっぱり。デブはいないね。うん、スタイルがいい人、顔がまあまあイケメンの人、整ってる人。ええー。うん。じゃあ期待しない方がいいか。そうですね。でもアイテムはね、デブにはやっぱ投げてくれますね。関係ないみたいですね、そこは。アイテムは。あ、そうなの。面白かったら投げてくれる。それ投げてもらったの？いや、結構投げてくれましたよ。あ、じゃあ爆投げしって。爆投げは爆投げですね。あの資金源がですね、パパ活で毎月300万ぐらいをもらってる方なんで。あ、それも言っちゃってる。ええ、なんだね。ええ、お金には余裕のある方なんで。じゃあ金も持ってるし、ええ、ルックスもいいし、ええ、でいろんな配信で食ってるって。これじゃ、うん、なんか氷山の一角っぽいよね。なんかいろんな人食ってるって言わせたもんね。ええ、あ、なるほどね。それで、ね、あの恋愛とかはもうしたくないって言ってましたね。そのセフレだけで十分だって。男なんか、あ、じゃあもう大事にされなくてもいいって言ってましたね。そういう人生でいいって言ってました。割り切りなんだ。じゃあ割り切りでもうバッチコイみたいな、セフレで。ああ、逆にこうなんかメリハリついてて好感持てるわ。ですね。うん、せいさん、ええ、あの8月27日ね、ええ、日曜日、ええ、スパーク、ええ、ボコボコにするから待ってろよ。望むところですね、僕も、まず、ええ、6月1日に退去だよね。そうですね、ええ、よかった、せいさん。ありがとうね。ええ、とてもないです。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。笑って、こらえて、やれんの、勝って。この書きたれって言うんですね。うん、一周しちゃった、どっか行っちゃったんですか。書いちゃった。どうするんですかこれ。書いちゃった。トムさんが失踪です。帰ってきません。どうしたいですか。ベッドをばらして、チームトムの卒業生もバラしたと。
うん、ちょっとそこバラしたくなかったけどバレちゃいました。うん、いやーどっこ行っちゃったんだろう。だいぶ時間経つっすね。ぐるって回ってもそんな時間かかんないですよね。どこまで行っちゃったんだろう。次の配信者のベッドバラしに行ったのかな。じゃあ僕も行かなきゃダメですね。うん、そこに扉直しに、うん、遅くない？事故っちゃった。結構時間経つよね。どこ行ったんだろう。これ乗るかな、ハイエースに。全然全然乗る。全然商業用のハイエースだったから。あ、でかいやつ。あの後ろもシートがないから。あー、じゃあ乗るわ。うん、今ちょっとどこ行っちゃったの。飯食いに行っちゃった。自由すぎないそれ。え、分かりづらいかな俺のとこ。いや、ファミリーマートのとこ入ってくれたらいいな。あのね、取りすぎちゃったのかな。僕より若いよね。いや、多分上かもしれないですね。結構いってる感じですね。でもこういう投げ師さん、フワちゃんの投げ師さんってもうね、カンストしちゃうとレベル100までいっちゃうと、そう、裏方に回ろうかなっていう人出てくるんだね。やっぱり配信者を育てようみたいな。前いた中田さんがそうでしたね。なんか配信者を育てたいみたいな、飽きてね、フワッチで一通り配信者を応援して、なんかイベントとかもね応援してあげて、レベル100になるとなんかゲームをクリアしたみたいな、燃え尽き症候群になって他になんかできることないからみたいな、で配信者を育てるみたいな。うん、速報です。コヨ君がブロック祭り。ちょっと待って、コヨ君ってあれサちゃんのあれだから。あら、コメント欄荒れちゃった。コヨ君配信中やってない。リスナーブロックまずい。あらららら、あら、やってないって。やってたら NG ワード入れてるって。じゃあサちゃんが嘘つきってこと。否定してる。これめくりたくなっちゃう。これサちゃんにさ、ちょっと一緒にほら写真撮ってるとかさ、ねえ、提出してもらわなきゃいけなくなっちゃう。俺やってない、会ってもらえって。政治に切れてる。はあ、俺サちゃんから聞いた話なんだけど、なんで俺に切れてんの。うん、どっちが本当なの。皆さんどっちが本当だと思う。僕はサちゃんを信じたいけどね。うん、で太郎もだってね、認めてるでしょ、イキリストも。うん、なんで会ったことないって。うん、俺聞いたのを話しただけだもんね。枠にも来たことないのにって。え、だってナンバーワンだぜ、リピートしたいって。コヨ君のこと、あの3人の中で一番うまかったのはコヨ君だって言ったんだよ。うん、ちょっと分かんないですね、その辺関わってない。おかしいな、なんでそんな嫌がるんだろうな、認めたくないんだろうな。うん、あ、イキリストの時も暴露されて、ま、めくられて、切れてて、結局事実だったから全く同じ。ああ、いきなりじゃあ怒ってブロック祭りして、実は本当でしたみたいなオチ。うん、500人ブロック、嘘でしょ。太郎認めてるでしょ、じゃあイキリストも認めてるでしょ、絶対小役もやってるよね。うん、認めないんだいつも。
嘘つきなの。ガチ恋が必死に話題変えようとしてる。うん。ガチ恋がいるから。でもさ、炎上ニュースで暴露されて、この時間にコヨ君って枠開けないじゃん、普通。これ美味しいと思って枠開けてんじゃないの？違う？これコメント荒れるぞ、よーし枠開こうってやってんじゃないの？違うの？普通この時間コヨ君やんなくない？珍しくない？コヨ君っていつも配信するとき 何時ぐらいだっけ？なんか夜のイメージあるけど、昼間からやってるイメージないけどな。うん、だよね、夜のイメージだよね。なんでこの時間なの？うん、わかるでしょ、こういう風になるって。なんでこの時間に入れたの、配信入れたの。うん、顔が効いてる。猫飼うから掃除する配信をしたかった、それでコメントが荒れて迷惑ってこと？もうお掃除したいってことか。猫飼うから家の中も掃除したいし、パルちゃんの枠で暴露されちゃったからコメントもお掃除したいってこと？顔が笑ってない。うん、いや好感度なんかいらないよね。やりましたいいじゃんね。うん、認めないんだ。タロは認めてさ、イキリストも認めてるでしょ。なんでコヨ君認めないの？やっぱりイキリストと仲悪いから穴兄弟にはなりたくないっていうあれかな、プライドがあんのかな。ウェーイって、お前イキリストと穴兄弟、タロと穴兄弟って言われるのが嫌なのかね。うん、なんでだろう、どういうことなんだろう。コヨ君っていつもさ、キツネ役だからサちゃんは赤出しじゃないの。来てるか来てないか分かんないよね、プロレスさんたちもね。うん、知らないって。やっててもいいと思うよね。うん、残念だね。コヨ君認めてほしいね。彼女いるの？前トモトも下でもブロック。ああ、トモちゃん、トモちゃんをめくれたでしょ、あれ、おっぱいちゃんのトモちゃんねえ、やりまくりじゃん。認めればいいよね。その男らしいと思うけどね。女の子から言われてんのにさ、隠す必要ないよね。ああやったよって、うん、それでいいじゃんね。うん、ちょっとめくりたくなっちゃうな。サちゃんにさ、なんか証拠提出してもらうか。これはどうなのみたいな。うん、彼女いるのかね。だから迷惑なのかね、そういうのが。うん、サムさんどこ行った。サムさんじゃない、なんだっけ、トムさん。誰だよサムさんって。トムさんな。うん、ほんと帰ってこないんだよ。トムさんどこ行った？マジ来ねえじゃん。飯行った？いねえんだけど。あ、認めないイコール彼女いるってなっちゃうね。トムさん、バラシ逃げ？どこ行った？電話知らない。あ、電話番号知ってるかも。電話 してみるか。これかな。
ょっと待って、ちょっと待って。え、これで終わり？どうすんのこれ、ベッド。バラして。音信不通なんですけど。え、これどうすんのこれ。マットレスも、あそこ。バラバラにして、音信不通。鬼電していい、ちょっと。ただいま電話に出ることができません。そう、なんでなんでなんで。荷物もないもんだって、工具持ってきたのよ、ビニール袋持ってったのよ。これ帰ったのマジ。うわ、ひどくないこれ。あ、来た、電話来た。トムさん、出張買い取りマックス森川さん、間違えました、すいません。はい、ごめんなさい、お取りできずに。すいません、間違えちゃいました。あ、ごめんなさい、間違えました、電話、すいません。ごめんなさい、申し訳ございません。はい、はい、失礼いたします。これ出張買い取りだ、これ違うわ。あれ、トムさんの番号どれだっけ。トムさんの番号どれだっけ。間違えした俺。あ、こっちか。リダイヤル間違えてた。あ、トモさん。はい。今日はありがとうございました。はい。あ、今ここ駐車。帰っちゃったんですか。契約者以外の駐車はご遠慮くださいっていうところ入っちゃったんですけど、いいですかね、ここで。あ、もうすぐ積むんだったら。いいと思いますよ。あ、わかりました。今すぐに行きます。ええ、どこ行っちゃったんですか。はい。どこ行っちゃったんですか。あ、今すいません、道に迷ってしまって今着きました。え？あ、じゃあすぐじゃあ搬入しましょうこれ。はい、すいません。はいはい。どうやったら迷うんだろう。どこ行っちゃったんだろう。やってましたね。出て、曲がる。でしょ。頭の中でさ、お母ちゃん考えたらこう。四角くさ、こう繋いでいけばいい、線と線。ね、左回りでこう、カクンカクンカクンってさ、自分の頭の中でさ、あ、これ右行ったらダメだって、逆方向行っちゃうって。全部左曲がっていけば着くのに、どっかで右曲がっちゃったのかな。いや、多分ね、ファミリーマートのところをね、通り越した可能性はね。ああ。分かりづらいでしょ。うん。声を認めた？何だったの？認めたの、声を。すいません、それ。あ、いけた。入ってたっす。うん。声を認めたの？認めたの？認めたってコメントあったけど、やったって？ああ、やったやったって？なんなんだそれな。最初から認めろよな。うん、なんでブロック祭りするの？やったんだったら認めたんだったらブロックする必要なくない？
なんでブロックするんだろう。社長すいません、じゃあお願いします。よかったね、社長来てくれて。開き直った。もうなんでブロックするんだろう、それで。ガチ恋って入れただけ。ブロックの基準が分かんないね。いやもう一回休みますね。もうだって昨日の夜2時からずっとだよ、分回しを。2時から一回休むでしょ。もう十分じゃない今日。だいぶ配信したよ。これでも寂しいとか言ってる人はもう やばいでしょ。どんだけ好きなんだよってなるよね。どうやって寝るの。確かにもうベッドないんですよこの家。もうソファーもベッドもないですよね。どうやって寝るか。これをこう倒します。これで寝れるしかない。これでこれがベッドになります。今日からしょうがないですね、ベッドなくなったんで。しょうがないです。2時から見てる1号さんやばいね。どんだけやね。2時からずっと見てる人いるの。ほとんど寝落ちしてんじゃないの。変態じゃない。ちょっと待って、今日夜2時からやってんのにずーっと今まで見てる人いるんだけど、1号さん変態すぎない。やばくない。いるの。家事しながらイヤホンで聞いてる。さっき起きた。翼いるよな。まさかお前寝てねえよな。翼寝ちゃったの。翼いるよな。もちろんお前あれだけ誠司さん好きですって言っといているよな。あいつ寝た。翼いるよな。どこにいんの。いる。おー、いたよ。すげえガチ勢だ。います。すげえな。いちごです。変態ドンツクラスかい。誰。変態だわ確かに。変態だ、九州の変態でしたね。やばいね。1号さん2時からずっと見てるって。俺のことさイケメンすぎて、あのほら K1 のさタケルに似てるとか言ってくんのよ。タケルさんにしか見えないって。イケメンすぎて聖様って。
いやでも この人も結構なんミーハーだからゼロワンの枠とか行くのよ。なんかでゼロワンに怒られてたよこの前。なんか怒られてただろお前ゼロワンに。なんか言われてただろ。なんか言ってなかった？そいつよそいつ。怒られて感じてた。やばいじゃこいつマジで。はいはい。トムさんがキーホルダーくれてたんです。誰誰？トムさんキーホルダー。あいいですよ。それ僕のじゃないですけどね。ヌサマのやつだけどね。ヌサマって知ってる？ヌサマ。トムヌサマそれ。俺のじゃないの。僕らじゃない、ヌサマのやつ。それでいいですよ、あげますあげます。はい、ヌサマのやつそれ。ヌサマのやつ。